はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回の、VS コムは、オセロワールド2ということで、今回は、諸葛孔明、中国史上一番の天才軍師をあなたに勝てるかしら。はい、どうしようか。じゃあまあいいや、ブラックでいきましょう。で、白で打つと。三国志の孔明じゃ。ゲームスタート。あ、説明をしてなかった。早いんだよな、この辺はな。僕が打ってんじゃなくて、こいつを使ってます。のでね、これに従って今の打ち手をここに打つと、こんな感じ。ナウシン、あ、もう打ってるわ。私は天下三分の計を解いた。いや、知らんよ。Now thinking。 さすがにね、強くなってるはずなんで同じではいかないと思うんで、同じようには。Now thinking。 あ、ここか。早えな、相変わらず早えな。Now thinking。でもやっぱ聖徳太子にしても、なんか諸葛孔明にしても、なんかすごい天才ってはずなのに、ここではレベルが低い扱いになってるっていうね。すげえな。うん、いい感じだ。え？これ角取れって、 僕だったらここ取っちゃうんだけど、このレベル10のコムはね、どう考えるか。すぐ取らない場合もあるからね。これなかなか。こいつまた64枚取っちゃおうっていうことなのかな。おお、そうきたか、そうきたか。へえ、いや、全然角取ってくれてもいいんだけどな。取らないのかな。ほら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 。これか、あ、角じゃないんだ。まだ角取らないんだ。へえ。へえ。いやいや、もう僕はもうここを我慢できないね、ここ。でも黒を置くとしても、でもここ？あの、なるべくこう、あれ、そんなとこ置くの？先を読んで戦うのだ。へえ、何これ、これじゃ戦えんのこれ。いや、まあでもこの黒2個中に入ってるの、強いのは強いんだけど、どうすんのこっから。だって
取っちゃうと表面出てきて全部取られちゃうじゃん。だからやっぱ角だろ、角。全然角取る気ないや、この人すげえな。角の誘惑に負けず、すげえな、すげえなあ、そっか、中にいろんなものを入れてるんだ。へえ、そっか、どんどんこう中に入れて、しかもこう敵の陣地広げて一気にバターで取れる状況を作ってんだけど、こんな人と戦いたくないな戦いたくないな、これは。いや、僕らだったら早い手で全部埋めて、その空きがあってもいいから全部一色に埋めるのがいいと思ってたんだけど、このコムのパターンっていうのはもうとことん追い詰めるもんね。恐ろしいよ。でもこれも微妙だな。これ角取るのもちょっと面白くないもんね、これだと。あ、でも取っちゃうんだでも取っちゃうのか。で、白この辺入れてくんじゃない？いや、そうだよね、そこ入れてくるよね。どうすんだろう、ここかな。コムにここ取らせたいんだよね、多分。だからここじゃないのかな。個人的にこういう手もここでもいい気がするけど。あ、入れてきた、やっぱり。あ、これここでいいんじゃない？ここやるとさ、もう三角、角からの三角、もう返せないように、負けないポイントが増える。これがいい、多分これが一番いい手だと思うんだけど、この人あの手を伸ばして一気にバタバタと取る手をね考えてくるから。あ、でもここだ、ここは順当に来たな。あ、ホワイトパスですか？はい、パスですか？じゃあ、ここじゃない？普通に考えたらここじゃない？そうだよね。で、多分次はここじゃない？いや、別にこっちでもいい。あ、ここに来た。ここじゃない？あ、そっか、でもこっちから来たか。どうやって組んだろうな。組んだろうね、ここかな。ここだった。で、コムがここに入れてくるという。これどうすんだ。これ全然、普通に考えるとやっぱここだよな。ただこの人意地悪だからな。あ、でもここに来たわ。はい。あ、パスか。え、パスなの？パスなんですか？どうすんだろう、これ。なるほどね。そんなセリフなの？
もうここだろ普通に考えたら。あーそっちなの、そうなの、すげえな、すげえな、すげえな、意地悪だな。でも普通にこっちからこう行ってさ攻め上げるんじゃないのかな。そうだよね、でここでしょ、次のやつ考えたらこう来るよね、ここら辺まで来るよね。ねえ普通に考えたら次ここだよね。でここだよね。あ違うのか、ここら辺からちょっとパターンが変わってきた。でもこれここなんじゃないかな。すげえな、すげえな、怖えな。怖えなこいつ、怖えな。もう多分最後まで手が決まってんじゃないの、もう。どうやんだろう、こっからどう伸ばすんだろう。だってこれ3つ取れちゃうもんね。だってここを押しておいて、でここを置いちゃったらもうパーフェクトだけど、多分そうやらないんだよねこのコムの基人は。多分ここら辺に置いてさ、ちょっとこの辺遊ばせんじゃないの。いやいや、それ、あ、間違えた、そこじゃない、間違えちゃった。やべえ、コムの動き間違えちゃった、今指が当たっちゃった。いやー、こっちこうなんですよもう。まあ勝ちだからいいけど、ちょっとどうしよう、コムのこっちの考えに合わせてやるか。へえ、ちょっともうどうしたらいいんだろうこれ。ちょっとなんか、なんとなくこうちょっとこのコムが考えそうなことを。あ間違えた、もういいよ。ここどうしよう。ああコムの言う通りにやったらもっと綺麗に勝てたのに。ああ。いやーミスったなー。参ったね。いやーボタンを押しちゃいました間違って。いやーこういう勝ち方じゃなかったんだよ、見たかったのは。私もまだまだだな。いやーちょっとなー、もったいないなー、もったいないなー。ちゃんとした勝負見たかったけど、次も多分ね同じ思考だと思うんで、あの次回にかけます。はい、ということで、このチャンネルにおいただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上酒館でした。